エンジョイポケモン、ガチポケモン、ガチカキンポケモンコンブです。ということで、一人で全力ゼクロムレードできました。どのぐらいダメージ量を与えられるかね、向かっていきたいと思います。ということで、これがね、最初選抜されたポケモンでございます。本日ね、関東圏晴天になってるんでね、地面タイプが選抜されました。まあ晴天の時はね、地面タイプが有効ということで、こちらね、私が用意した地面タイプのポケモンたちです。向かっていきたいと思います。かっこいいな、ゼクロム真っ黒でね。で、ドラゴン電気タイプということで、電気に地面技が刺さるということで、で晴天で地面ブーストがかかるんで、地震ドリルライナー等々でね、ゼクロムへ向かっております。でこの時ゼクロムの技がね、ゲージ技がワイルドボルト、電気技ということでね、地面タイプのポケモンはね、耐性があるんでね、やっつけられにくいと、だからこう見ててもね、かなりドリューズ持ちます。一発ドリルライナー打てた、で2発打てた、でワイルドボルト 2発か3発ぐらい食らってもね、耐えてるんでね、なかなか晴天はね、ゼクロムレード日和って言えるんではないでしょうかね。ワイルドボルト今食らったんだけども、結構全然耐えると、こんな感じになります。でグラードンもね、ガンガン有効なんでね、ただ地面なんで1ゲージ技なんで、溜まりが遅いということで、まあドリルライナーがいいんではないかと。ドリューズの全然結構なダメージを与えられる、ワイルドボルト一発耐えてますね。でこの時、これ2発目だね、結構全然耐えますね。まあグラードン一択でもいいんではないかな、晴天の時は。グラードンだったらね、今ライト勢の方々もね、一体ぐらいはマックス強化してるんではないでしょうか、このね、まだゲージ技、ゼクロムのゲージ技がね、ワイルドボルトのは見てて分かるんだけど、この1技の方が電気技なのかドラゴン技なのか、ちょっとその判別がね、ヘリの判別で見たらいいのかな。あでも、どうだろう、電気技かな。まあまあ、はい、ということで148秒、約半分ぐらいでこのぐらい削れた。晴天の時がね、唯一ね、2人で討伐ができるというような条件になってるんで、ただこれ今1人で向かってるんでね、これがね2人しかも大親友と向かえば、大親友ボーナスが、10% だったかな、つくのかな。なんでね、2人で討伐可能だというようなことが、昨日ねちょっと動画の方をアップさせていただいたんで、そちらの方をねちょっと見ていただければと思います。はい、105秒、もうこの時はね、よっ、これ半分削れて黄色にできるんじゃないかとは思っていたんだけども、結果黄色まではいかないんだけども、いいところまで行きました。もう晴天最高、晴天といったらゼクロムレードに出かけましょう、出かけましょうっていうか、今リモートでできるんでね。で、ちょっと余談なんですが、おガブリアスもね、地面技だが結構耐えるし、攻撃力あるなっていう感覚はありました。これが晴天じゃなければ、相手のゼクロムがドラゴン技のゲージ激輪持ってこられたら、まあドラゴンタイプのポケモンたちは、溶けてしまうんだけども、激輪はね、多分まだ激輪に合ってないんだけども、かなり削られるんじゃないかな。はい、あで余談なんですけども、先ほどね、一つのレードに入って新レードリモートでやりました。でリモートやって、
またやれなかったレード、もうパスを払ったレードにもう一回入ったら入ることができました。これね、前回できなかったんですよね。また新しいパスを 払わなきゃいけなかったというか、あの一つ目のレードにパスを入れてやって、またあの他のレードをやってまた戻るとパスもう一枚必要っていうのが、それがなくなりましたね。うん、いろいろちょっとアップデートされてたということで、5、4、3、2、1、はい、ということで、ゲージの方はこんな感じになりました。一人で全力ゼクロムレードに向かってみたら、もうほぼね半分近い、まあ結構このね、この小さな差はかなり大きいんですけどもね、これに大親友ブース、大親友ボーナスが加わればね、まあギリギリ2人でいけるんではないか、晴天時はいけるんではないかといったような形になります。はい、このあとね、ちょっとゲッチャレでね、どのぐらいの距離感かっていうのをね、少しね、お話しできればと思います。はい、ということで、ゲッチャレの方の解説に移りたいと思います。解説って言ってもね、まずはね、はい、このゼクロム、割れ直でね、12人集まってね、やることができました。もう安心の神奈川のレード、神奈川のレード、関東圏のレード、ありがとうございます。12人で挑んで、約ね80秒、220秒残し、もう楽勝でした。だいたいね、僕も2台ぐらいで済んだということで、はい、ではではね、ゲッチャレの方に移っていきたいと思います。ゲッチャレの感覚的なところ、もう、レシラムに比べてね近い感じがあります。近い感じで、円もねレシラムよりねちょっと大きめでも大丈夫な感じで、エクセレント評価グレート、はい、ね、初めにちょっと戸惑いました。で、個体値100がブーストじゃない場合、2307、ブースト時は2882なんてかな、なんで2292、これ結構高いですね。個体値93ぐらいですね。あ、ゲッチャレだった、ゲッチャレ、あ、この感覚、この円の感覚、固定打法はエクセレントです。これエクセレント、決まってませんが、ヘタッピー、あのレシラムのね遠い感覚がまだちょっと残ってて、遠くに遠くに投げようとしてしまって、円の中に入らないと。あとちょっと近いんで中心に寄せるのがちょっと難しかった。これはエクセレント評価じゃないか、エクセレント評価ですね、ちょっと上目に当たって、今レシラムからゼクロムに変換時はね、ちょっと遠くへ投げがちになると当たりませんので、このね角と、これはグレート、グレートだね、あれよりもうちょっと円を小さくするとエクセレント評価になるんで、気持ちレシラムよりも近いで、固定打法ですが、固定打法ちょっとね早めに投げた方がいいかな。ゼクロムが前のモーションに入った時に投げる、あのこれよりちょっと遅すぎると、ゼクロムがあの跳ねて、ね、当たらなかったりもするんで、さあ残り4球どんなもんでしょう。93、個体値93は取っておきたい。ちゃんと待ちます、ちゃんと待ちます。相手のモーションここだ、やっぱりあの上目に当たってますね。レシラムの後なんでちょっと遠くに投げがちというか、はい、ということで無事ゲットすることができました。初登録でございます、ありがたい。ということで、皆さんもゼクロムレード楽しんでみてください。ご視聴ありがとうございました。エンジョイポケモン、ガチポケモン、ガチ課金ポケモンコムでした。ご視聴ありがとうございます。